彼があなたを本気のパートナーとして考えていないからこそ、彼はこんな態度であなたに接してくるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください。彼があなたのことをどれぐらい本気で考えているか、彼はそもそもあなたのことを好きなのかどうなのかというね、この議論はまあいろいろあって、このチャンネルの中でもね、こういう動画なんかでご紹介をさせていただいています。まあ、そもそもあなたのことをね、好きなのかとかね、あなたのことを本当に別れたいとか思ってたりしてることないというようなお話はね、こちらの中でご紹介させていただいて、まあ、リンクもここに出ています。こちら見ていただければいいんだけども、今日ここでご紹介差し上げるのはね、まあ、あなたとそれなりの、まあ、いい関係になっている、まあ、友達以上かな、まあでも友達かもしれないな、いやでもひょっとして恋人かとかね、ちょっと彼の本心がよく分かんない、この関係って一体どうなんだという時に、まあ、そもそも本気だったらこういうことをあなたにしないよね、こういうことされてるっていうことはちょっと本気の扱いっていうことじゃないんじゃないの、本気で思われてないんじゃないのっていうようなケースを4つご紹介していきたいと思います。もちろんいつも申し上げるようにね、ここでお話しさせ上げるお話が全てということでもなく、状況環境によってはね、まあ、こういう態度示してるけど本気だったりする場合もあるし、まあ、そうじゃない場合もあったりするから、こういうケースはどうなんだとかね、こういう場合は私のケースは、その他諸々についてはね、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より、実践的なね、問題解決の方法についてアドバイスさせていただいたりとか、問題解決のための取り組みを一緒にしていくことができますので、リンクがこちらに出ていますからね、まあ、こちらの方から、お越しいただければなと、思います。ということで今日は本気の女にはね、絶対男はこんなことしないでしょという行動、こんなことされてるんだったらちょっとお付き合い考えた方がいいんじゃないですかというお話、ご紹介していこうと思いますが、そのうちの1番目はこちらですね。はい、常に自分の都合を優先する男ですね。常にです。まあ、自分の都合、まあ、時間もそうだしお金もそうだし、あなたの都合は全く考えない、ね、当たり前ですね。本当に大切で、本当に愛する人のためであればね、まあ、多少はね、もちろんみんな忙しいですよ。あなたも忙しいし、まあ、お相手も忙しいと、そのお忙しい中で、またいろんな考え方価値観がある中で落としどころをね、どう見つけていこうかっていうのは、これ人間関係であるし、男と女の関係だったりするわけじゃないですか。まあ、そういうの全く無視ね。あなたがね、今週末どう遊ばない、いや全然遊べません、あ俺忙しいから無理とね、言ってる一方でいきなり電話かけてきてね、今日毎日行っていいとかね、ちょっと今日ラーメン食いこうぜみたいなね、突然もう完全彼都合とかね、いや君のためには金出さないよとかね、いや俺は俺のことやるけど君は空いてる時間でだけ遊んであげるみたいなね、まあそういうケースですよね。いやそうは言ってもね、やっぱり会ってくれたりとか、そうは言っても好きって言ってくれるっていうことはやっぱり私のこと好きに違いないし、ひょっとしてこの先可能性あるかもみたいなね、というのは夢ですからね、そろそろ目を覚ました方がよくて、本当に好きだったらそんなことしないし、あなたが逆の立場だったらね、そんなことしないでしょ。そしてあなたのお友達がそういう扱いを受けていたら、いやいやそれはねやめた方がいいよっていうふうにあなたも絶対言うじゃないですか。だから、あなたのことを自分都合だけでねお付き合いをしようとする、男性は、まあ、本気じゃないですよ。本気だったらね、多少代償を支払っても多少自分のね、負担があろうが、ストレスあろうがね、もちろん全てをね投げ出すわけにはいかないでしょうけど、投げ出せる範囲のもの、差し出せるもの範囲の中で、あなたに対して、まあ、あなたの都合に合わせてね彼は合わせるはずだから、まあ、それができないということは、まあ、そもそも本気じゃないというか、そうしてまでお付き合いしたいと思われてないというね、現実があるんでね、まあ、それはしょうがないよねと。とっととお別れした方がいいんちゃうの。まあそれ以外にもね、まあこういうクズ要素ってあったりするんでね、まあ、この辺に当てはまるようだったら、おまけにそこにね、自己都合、ばかり優先するような態度、まあこういう人ね、で、リンク先がここに出てるんでね、こちらの方合わせて見ていただくといいのかなと思いますが、まあ自分都合ばっかりのね男の人は本気じゃないんで、考えた方がいいですよということです。さあそして、2番目です。はい、もうね
合ってる時間は体の関係だけということですね。ご飯食べて、ご飯も食べずにね、出会ってもうすぐホテル行って、ことを済ましてはいさようならみたいなね、ちょっとなんか飯でも食べていかない、いやいや無理無理みたいなね、ちょっと今週末どうか遊びに行こう、じゃあ毎日行こうぜ、じゃあね、家行って、あなたとそういう関係になりましたと、じゃあ帰るわさようならっていうね、もうそれだけ。いやちょっと体の都合でね、今週は、会うのは難しいかもしれないとか、今週は会いたいんだけどちょっとお家で、ね、泊まったりするのは、私の体の都合で難しいかもしれないよっていうふうに言った瞬間に、あそうなんだ、じゃあ今週は会うのやめたみたいなね、もう救いがたいクズとまでは言わないけど、あなたのことを、そういう扱いとしか見てないということだよね。もうはっきり言うけど、それはさ、いくら多少ね代償を差し出していたとしても、あなたの都合に合わせていたとしてもね、結局一緒にいる時間、あなたとこう人と人との関わり、人間同士、男と女っていうことでもあるんだけど、人間同士としての関わりだけじゃなくて体のつながりだけをね、やっぱりこう求めてきているような人っていうのは、やっぱり現実にいたりするしね、あなたがそれでよければいいんですよ、それでよければね。しかし、会いに来てくれる、ね、体を重ねてくれる、あやっぱり好きかもしれないし、私のことに、興味を持ってくれてるかもしれないし、この関係続けていけばね、いつかねいいことがあるんじゃないか、念ずれば花が開くんじゃないかでね、開かないんでね、それは早いうちに、やめた方がいいんじゃないですかと。ただね、そういう関係から、万が一でもね、可能性が、いい方向に向かうかのことっていうのもゼロじゃないんでね、そういう動画も過去にこういうね動画でご紹介をさせていただいたことあるんだけど、勝負かけたければね、こういうことをやってみていただいたりするのもいいかもしれないが、あんまり期待はしない方が、いいかもしれません。こちらね、リンクがここに出てるので、こちらをね、参照にしてみてください。さあ、そして、3番目ですね。もう、当たり前ですね。身元を明かさないというかね、自分のことをはっきり言わないというか、自分がどこで何やってる人なのかとかね、普段何をしてる人なのかとか、家族がおるんかとかね、どこに住んでんのかとかね、そういうこと言わない。いやいや、そんな男と付き合うやつなんかいないでしょっていうふうにね、思ってるかもしれませんけどね。いるんですね、そういう男と付き合う女の人って、結構ね。でまたね、身元を明かさない男なんかおらんじゃん絶対にとかね思うかもしれませんけど、結構いるんですよね。今やね、こういう時代だったりするんで、インターネットとかでね、SNS とかでちょっと名前調べて検索しようとね、わらわらすぐ出てきちゃったりしてね、そうすると自分の素性を明かされてしまうといけないなということで、それも含めてだから、あらかじめ自分のことは極力言わないで、いつでも逃げられるようにしておくと。逃げられるようにしておくということは、つまりもう逃げる気満々ということなんでね。だからはっきりと、あなたにね、名刺1枚渡さないとか、自分がどこに住んでるかとか言わないとか、言ってもね、はぐらかす。言っても、全くね、それに対して真に受けて答えないと。あなた結婚してんの？いや結婚か、そういえばさ、最近結婚式ってね、こういうコロナ禍で大変だったりするから、結婚式場の人とか大変だよね。いや結婚式場も大変といえば、そういえば飲食業も大変で、いやいやそういえばね、俺の知り合いがこの間ね、みたいなね、おいおい、私はね、結婚してるかどうか聞いてるだけなのに、ね、そういう話ははぐらかしてね、全然違う話にしてこう逃げようとする人とかね、いたりするでしょ。そもそも本気じゃないというか、そもそも逃げる気満々だったりするんでね、本気だったらちゃんとあなたに全て洗いざらいお話をするんで、いいことも悪いこともね、もちろんその話し方とか話す順序っていうのはあるんでしょうけど、本気の人に、嘘ついたってね、後々バレる話だから、長くお付き合いしていこうと思うならば、最初からね、自分のことを洗いざらいお話しされるんです。だからそうされないということは本気と思われていないというふうにね、考えていただいていいんじゃないでしょうか。さあ、そして4番目ですね、逆にあなたのことを聞いてこないというかね、向き合わないっていう言い方もあるんだけど、それ以前にね、そもそもあなたがどこに住んでるかとか、どんな仕事をやってるかとか、日頃どんな生活を送っていてね、どんな将来の目標があってとか、どこまでその深さの度合いっていうのはあるんだけども、あなた自身のことについてしっかりと聞いてこないと、ご飯食べてなんかバカ話してね、楽しいねなんつって、で、遊んでホテル行って、さよなら。で、その間、あなた自身のことについてはあんまり聞いてこない。上っ面の話、もうお互いね、なんとなくその場楽しいような話はするんだけど、もう一歩踏み込んだところでお互いの価値観ぶつけ合うとか、
考え方についてね、しっかりとこう向き合って話をするとかね、じゃあその考え方をね、育んできたバックボーン、どういう生き方をしてきたのかとかね、バックグラウンド、どういう生活をしているのかとか、まあ、そういうところまで全くこう興味を示さないというかね、踏み込んでこない。まあ単純ですよね。まあ一つには興味がないっていうことがそうかもしれないし、まあそもそも興味を持ったらね、やっぱりこの先ちょっと踏み出せなくなるんじゃないかなという危機感もあったりするから、まあ今のうちにね、ちょっとそこはやめとこうということで、まあ踏み込んでいかないというか、だからそこから先踏み込んでこないというのは、まああなたに対しての興味関心というのはそこまでであって、それ以上本気にならない、まあならないのかならないようにしてるのか、それはね、あなたと彼の関係性、まあ彼のお人柄等によって違うんだろうけど、まあ少なからず今の時点ではね、本気であなたとお付き合いをしていないというか、付き合おうという、まあ、姿勢をね、お見せしていないということなので、まあ、まだまだちょっと本気で愛されてはいないよと、本気で付き合ってはくれていないよねというふうに考えて、見るしかないのかなというふうに思います。ということで、まあ、いつも通りね、4つご紹介をザザッとさせていただきましたけど、まあ、なんとなくね、こういう話って別にね、このチャンネルの中で僕もこれまでね、何とかさせてもらってるし、世の中にも同じような話もあるし、まあ、そもそもね、当事者自身がね、これ私って本気じゃない、本気で愛されてないよねとかね、本気で付き合ってもらえてないよねなんていうのは、なんとなくね、こう感じていると思うんですよね。だけどもこうなかなかね、果たしてでもひょっとしていいことがあるかもしれない、そんな期待感で、自分を止めてしまうことがあるかもしれないんだけども、まあそれでもね、まあ本気じゃなくてもこっちも本気じゃないからいいわと、思ってお互い割り切り遊びでね、お付き合いしてるんだったらいいけども、まあ、そうじゃなくてね、あなたがやっぱり本気で向き合っていきたいなとか、本気で付き合っていきたいなとか、本当にね、肩を並べて同じ道を歩んでいきたい、そういうパートナーと結ばれたいと思うんであれば、まあとっととね、損切りをした方がいいんじゃないですか、こういう人と関わっているよねと、ということで、まあこの4パターンに限った話じゃないんだけども、まあこういうね、自分が当事者になった時に、まあこういう基準で考えてみていただくと、まあお相手がどんなふうに考えているのかということが分かるということで、参考にしていただければいいのではないでしょうか。現場からは以上です。